はいどうも、アシロチャンネルです。本日はディッカーズの活動ということでかなり好評いただいてますディッカーズの2021年夏版のグラブ紹介をやっていこうかなと思います。で、今日はですね、以前動画出てくれた人は除いて最近買ったグラブもしくは新しいメンバーでグラブを紹介していこうかなというふうに思います。早速試合の合間を見てグラブを見ていきます。どうぞ。というわけでまずは浜中さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、浜中さん、ピッチャー用のグローブを先に紹介してもらうんですけど、こちら SSK のオーダーということで、はい、これは軟式硬式はどっちですか？これ軟式用です。軟式オーダー、オーダーされたのはいつぐらいですかね？1年半ぐらい前ですね。1年半ぐらい前で、王冠のバッグと指カバーとウェブはこんな感じと、はい、これ結構あれですね、あんまないですよね、他のメーカーだと。そうですね、あんまりかぶりたくないって。あ、へえ。では補給面をちょっと見せてください。今これ試合後なんですけど、浜中さんは縦と横だったらどっちタイプですか？中間ぐらい。中間ぐらいですか。じゃああんまりこう縦すぎもなく握りつぶしもしない。そうですね。でちょっと大きめですよねこれ。そうですね、ちょっと大きめですね。ちょっと使いにくい感じもあるけど、まあ、だんだんしっくりきてますね。なるほどですね。じゃあもし次買うならもうちょっとサイズはちっちゃめですか？ピッチャー用でもしオーダーするとしたら。あ、そうですね、買うだったら小回り聞いた方がいいですね。ああ、わかりました。でこちらが一つ目が軟式の SSK ピッチャーオーダー。はい、はい、でピッチャーやらないとき外野守るじゃないですか、はい、そのグローブお願いします。はい、こちらアシックスのゴールドステージ、これは軟式硬式どっちですか？これも軟式です、ね、軟式。はい、購入されたのはいつ頃ですかね？これは半年前ぐらいかな。あ、じゃあピッチャーでも後に、はい、なるほどですね。これは定番ですか？定番ですね。定番で、はい、これなんか買うときにこれがその決め手となったみたいなのありますかね？カープの西川の、はいはいはい、がこれがかっこいいなと思って。なるほど、はい、ここですね、決め手。あ、ウェブで決まったんですね。大きさとかは外野手で言ったら中くらい、大きくはないですよね、そんなに。そうですね、もともと内野なんであんまり大きめの。あ、なるほど、使いづらいかなと思って。なるほどですね。じゃあ外野手の中でもちょっと中くらいのやつ。はい、はい、紐が同色のちょっとアシックスのこの独特な。そうですね、はい、はみ出しになってるといった感じですかね。はい、はい、というわけでこちらは定番、ピッチャー用はオーダーということで、はい、はい、ご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで続きまして田村くん、はい、お願いします。お願いします。田村くんはですね、ちょっとうちのチャンネルとつながりが深いんですけど、そうですね、はい、こちらになります、グローブ。ちょっと試合後ということで、はい、久保田スラッガーのグラブ、はい、こちら購入した店舗はどこですか？田口スポーツ。田口スポーツ、はい、田村くん出身が兵庫県ということ で、 そうです。何回ぐらい行ったことあるんですか？現役高校の時は結構頻繁に。なるほど、田口スポーツに結構通ってたと、はい、なるほど、はい、でこちらなんか買う時に決め手となったポイントってありましたか？僕すぐに使いたかったんで、はい、ですぐあのスチームで肩柔らかくしてくれるってことで、もう即決でほぼ。なるほどなるほど、はい、この黒と赤を選んだと思うんですけど、はい、これなんかポイントありますか？結構黒と赤好きな色で、はいはい、それでパッと見て、あ、これいいな。あ、一目惚れ系ですね。はい、そんな感じです。わかりました、はい、で、形もだいぶこれ1年以上使ってますよね。そうですね。形はどんな感じですか？結構握りますよね、ベタベタで。公式の時は、はい、ちょっと周りはしっかり固めだけど、はい、まあ、取るとこ柔らかめぐらいが好きだったんですけど、はい、軟式はもうしっかり掴まないと。あ、そうですね、弾くんで、もう全体的に柔らかい感じでやってます。はい、はい、で、そんなにガバッと開くというよりかは、はい、奥でガッチリ掴む、ね、そんな感じですね。はい、そうですね、はい、はい、っていうのでこちらは田口スポーツで購入した、はい、田村くんのフォードスラッガーの紹介でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで続きましてトム君、はい、トム君は今ですね、外野手用グローブをオーダーして届いたんですけど、それちょっと別の動画も作ってるんで、今回内野手用の紹介をお願いします。はい、はい、こちら玉沢のキャメルということで、こちら軟式硬式はどっちですか？軟式ですね。軟式、はい、このキャメルの玉沢を買おうと思った決め手は何ですか？やっぱり今キャメルめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか、はいはいはい、自分高校生の時には使えなかった色なんで。なるほど。あんまり店にもなかった色なんで、見てて内野手用もへたってきたので、私に1個欲しいなと思って、うん、キャメルを買いました。なるほど。ちなみにこの一つ前っていうのはメーカーはどこでしたか？水のプロ。なるほど。この内野を使ってたんですけど、あんまり内野やる機会が高校入ってからなくて、はいはいはい、まあ、草野球やりたいなっていうので、やっぱり色欲しいと思って。なるほど。この玉沢って、はい、まあ、正直めちゃくちゃすごい有名というよりかは、ね、結構渋さがあるじゃないですか、はい、それを選んだポイントなんかありますか？まあ、僕気に入ったのはこのラベルが、ラベル、はい、このピンク色のラベルがいいなと、あとステッチもピンクで、あ、そうですね、確かに色合いがいいなって思ったので、あとはやっぱりこの逆巻きで、はいはい、ちょっと小指側がこう開いて、こっちで当て取りもできるし、しっかり深めでも掴めるっていう感じの、もともと外野手なんで、はいはい、ちょっと深めの方が欲しいなと思って。なるほど。これにしました。こちら買ったのは大体いつぐらいですか？ちょうど1年ぐらい前。あ、ちょうど1年ぐらい前、
じゃあここからもっと多分味が出てくると思うので、はい、引き続きこのキャメルを揃えてみてください、はいはい、で外野賞のオーダーまた届きましたら、はい、まとめて動画で出すんで片付けまで終わるぐらいでまた6月末ぐらいに出そうかなというふうに思います、はい、というのでありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで続きまして小林くん、はい、グローブを紹介してください、はい、こちらはいつ頃購入されたグラブですか？これは3月の上旬に。3月上旬、はい、ということは3ヶ月前ぐらい。そうですね、3ヶ月前です、うん、このピッチャー用を買おうと思った決め手って何かありますか？まあ、自分の入ってる大学の部活がまあブルーということで、はい、それに合わせてこの青色。なるほど、ちょっと濃い青をね、メインにして、はい、ちょっとオーダーっぽくしたいなと思って、でこの黄色の紐、これ市販だったんですけど。あ、なるほど、これ自体がもう売られてたんですか？そうです。あ、なるほどですね。でこれもうオーダーっぽいなと思って。確かに確かに。それで青と黄色の紐とメインの青で、はい、自分の着てるユニフォームとかに合うなと思ってこれを選びましたね。なるほど。これは軟式硬式は？これは軟式用です。軟式用で、ピッチャーの方ってこう縦に使う人と横に使う人いるじゃないですか、はい、小林くんどっちタイプですか？それは縦です。縦、はい、ちょっとじゃあ形を見せてもらっていいですか？あ、確かに縦ですね、かなり。はい、縦。これはもうずっと縦なんですか？自分、はい、小学校からずっと縦当時になってます。なるほどなるほど。でこのローリングス今新しく買ったと思うんですけど、はい、その前のピッチャーってどっか使ってました？その前が、アシックス。アシックス。でその前が水野ですね。水野、はい、今回なんでローリングスにしたかっていうのは結構このカラーリングがありますか？カラーリングとそのお店の人に革質もローリングすごい持ちがいいって聞いて。おー、はいはい。でそれでデザインも良かったんでローリングスは。なるほど。はい、っていうのでローリングスの軟式グラブになります。ありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして山田君。はい、この前この水野プロのグラブを紹介してもらったんですけど、はい、あの時は結構届いてすぐということで、はい、あれから 3,4 ヶ月経ちましてどのくらい柔らかくなりましたか？だいぶもうこんぐらいパカパカいけるぐらいに。なるほど。もうあれですもんね、今試合で使ってますよね。はい、使っちゃってます。これに関しては軟式の水野プロということで、はい、あれからどんなことをして柔らかくしましたか？水野プロ自体が結構革質がすごいいいなっていうのを感じていたんで、はい、あんまり全体的に柔らかくするんではなくてこの関節の部分ですかね。なるほど。こういうの曲がる部分だけ柔らかくしていった感じです。なるほど。もうこれであまり弾くことはないですか？そうですね、もう弾かなくはなったんでもう使っていこうかなと思います。なるほど。こちらは報告ということで、はい、この前オーダーをした水野プロのグラブで今回もう一個、そうですね、投手用を持ってきてもらってるんで、はい、そっちお願いします。はい、こちらはいつ頃購入されましたか？ほんと最近で1ヶ月前ぐらいだったんですけど、はい、フラッとその地元のスポーツへ寄ったら、はい、公式の特価でこれ5万円ぐらいするんですけど、はいはい、3万円ぐらいになってたんで。なるほどなるほど。衝動買いしちゃいました。衝動買い。じゃあ公式用なんですね。はい、なるほど。公式用です。これを買おうと思った理由はまあデザインとかというよりかはその特化。なるほど。特化ですね。なるほど。実際にもう試合でちょっと投げてましたけど、はい、使ってみての感想どうでしたか？ウィルソン自分使うのが初めてだったんですけど、はい、すごいなんか馴染みが良くて、うん、こういう形になるだろうなっていうのがすごい想像できるいいグローブだなと思ったのと、自分結構横にこう握り込むタイプ。なるほどなるほど、はい、合ってていいなっていう感じです。横型ですね。はい、はい、横です。今日はピッチャーの方も何人かいて縦が多かったんですけど、はい、山田君は横にこう握りつつ横でちょっと親指だけ縦にする感じですか？あ、こういう感じです。あ、はいはいはい、はい、公式ですけど、はい、やっぱり軟式と革は違うと思いますか？あ、もう全然しっとり感が全然違うので。ウィルソンの革あんま触ったことなかったんですけど、はい、すごいいいですね。なるほど。まあ公式ですもんね、はい、やはり軟式と値段も倍近くしますので、はい、その辺は感じますね。なるほど、すごい差を感じます。わかりました。というので、はい、こちらが最近購入したウィルソンの定番品ですかね？はい、そうです、定番品になります。というのでありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続きましてマビスさん、使っているグローブを見せてください。ローリングスの外野賞なんですけど、こちら購入したのは何年ぐらい前ですか？これですね、7年前。7年前。チリで。チリで。南米でソフトボールしかないんで、はいはいはい、ソフトボール用で買ったんですけど。なるほどなるほど。ちょっとポケット広めで、まあでも使ってるうちにどんどんもう普通に軟式で取れるぐらいになってるんで。なるほどなるほど。あんまりソフトボール使ってないですか？そうですね、何にもなかったですね。これなんか買うときに決めたポイントって何かありますか？そうですね、まあ基本的に2つでこう、なんていうんですかね、パカパカ系ですか？パカパカ系で、はい、ポケット深めの。なるほどなるほど。を好んで買ってるんで、それだけをこだわってますね。なるほど。これなんか日本でのグローブとの違いとかってありますか？どうですかね、あんまり違い感じないですけど、まあでもローリングスだからシュワプレートが使ってたんですけど、はいはい、それ硬かったんで。あ、これすごいベストで柔らかいなって。なるほど。結構柔らかいのが好みですか？そうですね、買った時から柔らかかったんで。なるほどなるほど。大きさは大きいのとか小さいのどっちが好きですか？大きいのが好きです。あ、デカめが、はい、なるほど。っていうのでもしですね次また
これも7年前ということで、新しいのをディッカーズで購入しましたらまた紹介してください。はい、はい、っていうのでローリングスのチリで購入したグラブでした。はい、ありがとうございました。はい、ということでナオビさんお疲れ様です。はい、ナオビさんがですね、前動画で紹介してくれたあのスミレスポーツのオーダーグラブ、はい、アチュさんにデザイン丸投げでしたっけ。丸投げですよね。でこれどうですか、使っていって。僕守んないんで、はい、まあまあこんな感じなんですけど。あ、でもだいぶだいぶ前よりは、はいはいはい、やらかりました。で、あのディッカーズのチームメンバーがですね、はい、くれました。これこれランクは一緒っすか。ランク一緒っす。で形も一緒なんですけど、ウェブと色が違くて、でここがデニム、デニム、デニムです。なるほどなるほど。ベースはキャメル系ですね。キャメル系です。でこれ青っすか、コーンっすか。青です。青、青。なるほど。でバスケットで補給面がキャメルと。メル、なるほどっすね。形は一緒なんですね。形は一緒っす。ウェブが違うダクトンと色、この色が青ベースで。これいくらでしたっけ、オーダーで。24,000っす。何色使っても、何色使っても税込み、税抜き、税抜き、税抜き、はい、じゃあまあ3万あれば、3万あればもう刺繍も入れて3万ぐらいと3万。おー、そっかそっか。刺繍はプラス料金ですか。プラス料金です。24,000プラスで。なるほどなるほど、はい、こちらも今ナオビーさんがあの大阪からやってきて、スミレスポーツって大阪ですもんね。大阪です。それでこの関東でこれが売れるっていうのはナオビーさん効果ということで、はい、またあのディッカーズでスミレスポーツをオーダーするっていう子がいたら、結構ナオビーさんのが早いですよね。そうですね。わかりました。じゃあこちらがスミレスポーツのチームメンバーがオーダーした、形は一緒の24,000グラブ。はい、公式でしたっけ。革、公式ですか。革公式ですよね。わかりました。っていうのでスミレスポーツのオーダーグラブになります。はい、ありがとうございます。というわけで本日はディッカーズの2021年夏ちょっと前のグラブ紹介でした。また少し溜まってきたらまとめて紹介します。今日の動画は以上です。エウリよっしょ。そして今月のプレゼント企画はこちら、ローリングスの軟式用ハイパーシェル外野仕様グラブになります。こちらは通常の革よりも軽い素材で作られているグラブとなっております。こちら応募期間は6月1日から30日までとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、 T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。